はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと新しいクロックスをね、今から下ろそうと思って、でこれ下ろすんやったら午前中じゃなきゃあかんよってことなんでね、あとだ今から前私が入ってたクロックスが、どこやっけ、そう、ここぶっ壊れて、めっちゃ危険な状態になってたので、はい、今からちょっと新しいやつを下ろすついでに、ちょっとね、庭の木の紅葉が綺麗になってきたので、ちょっとね、はい、授業の合間にも小ネタにでも撮影してみようかなと思います。なかなか、これ、じゃん、こんな感じ。あれもどうかな。これは銅弾ツツジュの木が、このような感じ。あ、ここめっちゃ赤い。そう、この角度が綺麗かな。はい、紅葉して、はい、こんな感じに。塗りました。この子のめっちゃ、あれやな、これ。近くない？大丈夫か。こんなもんか。これ。ちょっと待って、ドアップ。こんなもんかな？なかなか、ちょっと近いな。こんぐらいか。その他にもね、どうだろう。その他あんまないか。こっちの、もみじはなんか枯れちゃって一本なんかもうダメなっちゃった感じで、これはもう落ちてますね。で、今年のイルミネーションはちょっとまたもうちょい冬になってからまた撮影しようかなと思います。部屋にもね、自分の部屋でしてるやつにもゴールドと白色を足そうと思っているので、まあその時に撮影したいと思いますけれども、寒いな。ではこんな感じか。ちょっと外、敷地の外に出た方がいい感じでしょうね。ちょっと待って、しょうがないな、不意姿でここら辺をうろつろするしかないじゃないか。よし、じゃあちょっとこっち側に、ちょっとそのちょっと鍵かけてないので、あれやな、あんまり遠くに行くわけにはいかんので、その辺まで下って戻ってくるか。靴を下ろすというのはこういうことやろね。あ、これ歩きやすい、めっちゃ、めっちゃ歩きやすい、これ。あ、ね、例のごとく人の家をじろじろと映すわけにもいきませんのでこんな感じで。あ、寒いな。よし、あんまり遠くに行かれへんな。こんぐらいで戻るか。ちょっと後日また白衣姿でお散歩をしたいと思います。あ、歩きやすい、歩きやすい。あ、晴れてきた、晴れてきた。よし、そう。これ木が枯れちゃってんのかな、もうちょっと。
で、ブルーベリーの木が、葉が落ちてしまってますね。で、金柑が今年はよく、成長しそうな感じなので、ちょっとね、金柑の甘露煮の前除去をやったやつが、ちょっともう本当に最初の方の頃のやつで、カメラの撮り方とか説明やったりとか全然いけてない感じやったと思うので、リメイクバージョンをちょっと撮影できるように、頑張って育てていきたいと思います。はい、じゃこんな感じで、よし、人出てきたし、あ、いた、あ、寒いじゃあちょっと最後この紅葉を、なんか暗いな、こっちからかな、映して、色がおかしくないこれ、ちょっと暗くなってた、なんか。じゃあ今回はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。寒い。はい、ご視聴ありがとうございました。